アルキガルスのレリーフを描いた19世紀の時点の総画。ガライは古代ローマ時代にフリギアの女神キュベレーへの信仰に帰えして自らを虚勢した神官たち。ガライのリーダーはパトテイクスと呼ばれたが後にはアルケガラスと呼ばれるようになった。ガライは自らの意志で虚勢したがとりわけ陶水的な祝祭が行われる3月24日の地の日に これを取り行っていた。キュベレーのガルイは、当時の昭和ジアにあった、他の信仰集団と大きな違いはなく、当時の著述家たちが、寒暖と表現した人々は、他にも、アプレウスやルキアノスが記述した、シリアの神アタルガティスの神官や、エフェソスのアルテミス神殿の、ガロイとして存在していた。ガルイの名の由来は、古代アナトリア中西部のフリギア地方に流れていた。 ガルス川に由来するキュベレーに仕えた最初の神官ガルスにあるとされている。この名はフリギアのガルス川に由来するものであるかもしれない。初期に作られたキュベレーの神殿の一つはこの川のそばにあり、ガルス川の水を飲むと狂気に陥り、自らを虚勢することになるという噂が生まれていた。ヒエロニムスは ガライという呼び名は、ローマに火を放った罰として虚勢された、ガリア人が多く含まれていたことを捉えて、ローマ人が名付けたのであろうと考えていたが、フリギア人がローマを襲おうとしたことはなく、この説は信憑性を欠いている。ヒエロニムスは、アリアの戦いに際して、強烈な反異教、ハンガリアの立場を取っていたので、ガリア人や、 他の異教徒たちを求断する姿勢が強かった。また別の説は、ラテン語で、音取りを意味する、言葉の複数型がりを可能性のある語源としている。キュベレーのガライが最初に、ローマを訪問したのは、紀元前203年に、共和制ローマの元老院がキュベレーを国家が祀る、神に正式に加える決定を下した時であった。しかし、一世紀に至るまでは、ローマ市民が、 ガライとなることは禁じられていた。この金を説いたのは、クラウディウスであった。これ以降の時期に、ガライがどうなったのかは、情報が乏しい。キュベレーのみならず、他の異教信者たちは、サ位一体派の異端や異教に、対する攻撃を支持した皇帝テオドシウス一世が391年に、発した直令以降、迫害にさらされるようになったからである。 ローマのキュベレーの神殿は破壊され、その後地にはサンタマリアマジョーレ大聖堂が建設された。こうして、画題について残された記録は歴史と古文書だけになった。ありがとうございます。